躍するのは男の子のカリフォルニアシカ、名前をハヤトと言います。どうぞ最後まで応援よろしくお願いします。たくさんの拍手をありがとうございました。まずは早速こちらボールを使ったパフォーマンスからご披露していきます。このボールをハヤトくんにはプールの中から取ってきてもらいましょう。それじゃハヤトくん、いってらっしゃい。さあ皆さん、ハヤトくんにご注目ですよ。どうでしょうか、しっかりとバランスを取りながらここまで持ってくることができます。さあご覧のように鼻先でバランスを取るのとっても得意なんです。それではこの調子でレベルをどんどん上げていきますよ。さあここからまずはせーの、よいしょ。さあ頑張って、1回、いいね、2回、3回、4回、ラストもう1回、バッチリと連続で回転大成功。たくさんの拍手ありがとうございます。さあ隼人君、調子が出てきましたので、はい、このボールを使って次はかっこいいポーズを取ります。カメラをお待ちのお客様、シャッターチャンスです。いいですか、かなりかっこいいですよ。はい、よくやれ隼人君。さあこのままよいしょ、さあ形ありきるってできちゃいます。さあステージの始まりバッチリと逆立ち歩きも大成功です。体重はなんと180キロ近くあるんですよ。最後はボールをそのまま台の上まで落とさないように戻れるかな。さあボールを使ったパフォーマンス大成功。こちら輪っかを使った投げ輪キャッチに挑戦します。さあハヤト君、投げ輪キャッチとっても得意です。私が投げてもこのように簡単にキャッチができます。距離を伸ばしても、はい、自然とキャッチをすることができます。輪っかに回転をかけてもバッチリですね。落とすことは、ハヤト君、落とすことありませんって言おうと思ったんだけどな。もう一回いきますね。改めまして、さあ、ハヤト君、この輪っか、回転をかけても落とすことはありません。たくさんの拍手ありがとうございます。ですので、この投げ輪キャッチ、レベルを上げますよ。こちら、皆さんの目の前のプールを泳ぎながらでもキャッチができるかやってみましょう。大丈夫、ハヤト君、自信ある？さあ、すごい感じでいいね。自信あるんだね、頑張ってね。さあ皆さんご期待ください。それじゃあまずはプールの中で待っててね。さあ応援もお願いします。1本目、いいね、2本目、次はこっちへ投げようか。ナイスキャッチ、次こっち、 OK。 さあラスト1本、バッチリ大成功。皆さんどうでしたか。早速しっかりと泳ぎながら全部のワッカーキャッチをすることができました。ハヤト君の水中投げ輪キャッチでした。たくさんの拍手をありがとうございます。さあ投げ輪キャッチもしっかりと決まったところに、ちょっと待ってくださいね。ハヤト君太ったね、ちょっと輪っかが取れないです。あ、取れた取れた。ハヤト君ちょっと痩せようね、恥ずかしいね。大丈夫よ、ハヤト君。さあ皆さん、ちょっとこんなおしゃべりな一面もありましたが、次のパフォーマンス頑張ります。さあ次はなんともう一回投げ輪キャッチをするんですが、もう私が投げても取れることは皆さん分かりましたよね。ですので今日は夏休み、こんなにもたくさんの方にお越しいただいております。今から代表をして3名の方選ばさせていただきます。こちらに輪っかがあります。3名の方になんとハヤト君に輪っかを投げていただきます。いいですか、小さなお子様も大人の方も遠慮はありません。まだお兄さん何も言ってないんですけどね、皆さん元気いっぱいですね。いきますよ、ハヤト君に輪っか投げてみたい方、手を挙げて教えてください。元気いっぱいですね、マイクの声が確認されるぐらい元気です。それでは3名の方選ばさせていただきます。まずはこちらのブロックです。そうですね、
なんかやってみる。はい、じゃあ紅茶がまず来てもらって、さはやとかお利口さんですね。ちゃんと待ってますね。はい、じゃあここでちょっと待ってくださいね。こちらの輪っか渡しておきます。さあ2人目のお客様選ばさせていただきますよ。どうですか。さあ、すごいですね。お願いしますよ。よいしょ。それでは